はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は太平楽サクチャレプラスですね、投手でやっていきたいと思います。で、デッキの方は前回の、お試しデッキとほぼ同じなんですけれども、まず上高ですね、PSR が当たったので PSR の上高を入れてるのと、立川を外してボーナス重視のみやびちゃんプラ3を入れてきました。一応ね、結構差がつくのでボーナスのパーセンテージにまあ1回こっちでやってみようかなというところで、この編成でいきます。じゃあ練習コツ三田村くんか、まあ、コツはねなかなか美味しいけどスタミナがねどうしても経験点向きの練習じゃないんで、今何取ったっけ、そういえばあ根性か、根性を取るだけの精神ポイントはないからな。であとはルナちゃん、またスタミナか、まあしょうがないよね。でも投手はねちょっとここら辺が厳しいところではある。次にね精神にそれなりに人がいてくれれば精神をやってもいいんだけど、寝るか精神をやるか。コツが来てる。上高誰もいない、むしろ寝よう。みやびちゃんのね評価がねなかなか上がっていかないと思うんですけど、タッグを組めればまあ守備連でね結構ポイントは稼げると思うんで、まあとはいえまずは彼女評価ですね。いざよいルナちゃんの評価を上げていきましょう。まあね3でいいっていうのはほんと楽だよね。新島ちゃんはね割とねギリギリになる時があるんで。で一応さなちゃんも予備で彼女候補になってるんで、あくまでもねメインはルナちゃんですから。おお上高もいるか。ちょっと寝なきゃいけないシーンが多くなってるかな。サナルナスカウトさん 12% でもなルナちゃんは乗ったからね寝よう。ちょっとな練習効率があんまりよろしくないな今。練習してここで回復っていうのも良かったかもね。まあいいや、おすすめにしておこう。まあモテモテとかはね関係ないからね。野五郎くんのイベントは一応続けていくか。ちょっとでもポイントを取っていきましょう。でメンタルまあルナちゃん乗ってるんでサナちゃんからもらっておきましょう。コツ打たれ強さ上高くんのねイベントがあるからね。あんまりな回復も意味ないからな、なるべく経験点を狙っていきましょう。これどっちも体力回復するんだっけ、いつも下にしてるからね。これはちょっとメンタルで3人の評価上げていきましょう。みやびちゃんもいるし、みやびちゃんがねプラ5になればかなりでかいっすよね。また回復系のイベントか。ちょっとあれだねタイミングがよろしくないね。まあ今はねサクチャレプラスが始まってなんか秋のなんちゃらガチャみたいなのが来て、ヤギュウちゃんがね復刻してるんで、で、まあ、ヤギュウちゃんが復刻してさらにみやびちゃんもねいるんでかなりいいと思います。これ減らしたくないね。ここはちょっと評価を減らしたくない。本来だったら北風でもうルナちゃんの評価とかあんまり気にしないで言ってたんですけど、今評価が下がるとねちょっと厳しそうなんで。でコツ根性コツはいけるかな。根性よし。て、他の2人、サナちゃんもまあ大丈夫といえば大丈夫か。よし、ここにしよう。クイックとか来てもね、潰せないんだよね。お、これで打たれ強さが5になるので潰しておきましょう。てか潰す必要はないのか、5になってるから。まあ安いからね、取ってもいいんだけど。どうする？監督評価。まあ気になるは気になるよな。グラウンドを走り込む。ただ体力は減らない。そう、ここでね、敏捷ポイント入るんでね、投手の場合は。さて、ここにしとくか。だからね、ずっと反監督派で複数練習を狙うっていうのもまあありかもしれないけど、まあ、メンバーのねばらけ具合なんだよね。結局青コツを取った方が経験点的にはいいんで。これでサナちゃんは、でもサナちゃんってさ、そうだよね、ちょっと低いんだよね。さて、どっちへ行く？まあ人が少ないのは監督派だけど、キャラが少ないのはこっちだね。こっちにしとこう。っていうか告白が来ないよ。守備、まあみやびちゃんね結構くれるよね。どうしようかな。メンタルやっとくか。2人いるし。これで1回目でしょ。変化を上げていきましょう。あ、こんなんあんだ。何さあ、どっちにするって何が。そりゃ俺的にはみやびちゃんがいいんだけど。三田村君なんてでも所詮男だからね。どっちにするって言われたら、そりゃさ女性を取るでしょう。みやびちゃん評価なかなか上がんないから、みやびちゃん的なあれにしとこう。打球反応いいね。1人藤谷君かな、真ん中のやつが。あ、ルナちゃんもあれだ、向こう側だ。向こう側の人間か。これはね体力回復しないからね。で次が前イベだから、最悪上高が体力を削ってくる恐れがある。あ、今度はこっちのコンボか。これは別にどっちも彼女じゃないから、2人とも手伝ったようにしてみようか。いいやつ。まあメンタルで呼び寄せるか。ポイントくれ。よし。おーっと、やっぱり削ってくるね、上高くんは。これがねちょっと痛いんだよね、やっぱり。っていうかさ、マジで告白が来ないよ。告白がどっちでもいいんだよ。もうここまで来たらどっちでもいいから告白してきてくれ。まあ、上高君もね調子当てくれるんだけど、これは引き寄せておこう。もう12月に入ってしまった。よし、ポイントをゲット。あれ、ルナちゃんは前イベだよね。サナちゃんどっちだ？前と後だったらね両方にチャンスがあるからね。サインか。まあこれもねチームメイト評価が上がるからいいんだけど半どうする？これこっちだな。3人はでかいからね。おお、来た、さなちゃん。いいよ、いいよ、付き合ってあげよう。あれ、今どっちだった？あ、さなちゃんは後イベか。前イベがね、ちょっと重なるとね、間に合わない時があるんだけど。わりかし守備連をやってるね。スカウトさんもいるし。三田村君ってあと何があんの？クイックは無理。低め、逃げ玉。クイックは無理。低め、逃げ玉。低め取ったでしょ？逃げ玉もなんか手に入れたよね。イベントで手に入れたんだっけ？クイックは5までしょうがないかな。まあ本来だったらね、クイック結構嬉しいんだけど。まあ1回くらいね、守備連のところに一般人のうおーい、マジかよー、さあなー、これは筋力入んないからやっとこう。あ、しまった、おみくじで筋力がくるんだ。まあしょうがない、とりあえずもらえるだけもらっとこう。好きじゃねえよ、好きじゃ。正気筋力関係はなかったね。ちょっとこれはもう通院するしかない。サナマジか、しかも治らない。これは筋力入る？虫歯なのに餅つきやってっかんね。負けた。おお虫歯、虫歯、これ治らなかったら痛いな、かなり。うん、治った。読書か。マジかよ、さなちゃんクリスマスで虫歯をよこしてくるか。結構でかいな、マイナスが。打たれ強さと低めだけか。とりあえずポイントをよこせ。まあこういうやつもね、どんどん続けていきましょう。スタミナを伸ばそうって言ってもさ、この主人公もどんだけスタミナあんの？大したスタミナないと思うんだけど。くそ、ルナちゃん遅いよ。いやだったらやっぱりルナちゃん優先だね。コントロール三田村くんがいる。26じゃ絶対潰せないよね。どう考えても無理だよ全然無理だ。とりあえずやっとこう。で、人数的にはもう次は監督派かな、やっぱり。で、全然デートはしてないんだけど、これは監督派に行こう。人をどんどんかき集めないと。どうしようかな。のごろうくんだね、みんなみんな反監督派なんだけど。ちょっと待って、精神があり余ってんね。タイピン取るか。のごろうくんはポイントをくれるはず。くれ、いいね。お、ここで体力が減るけど、バレンタインがあるからね。これでさ、バレンタインでも何かよこしてくるみたいな感じになるとさ、超最悪なんだよね。全然関係ないけどさ、アプリの天空中央ってさ、バレンタインの翌週が合宿じゃないですか。バレンタインでね、虫歯よこされるとね、合宿で治せないっていう、すげえ悲惨な感じになるんですよね。合宿中は病院に通えないんで。どうする？どっちでもいいんだけどな。また内角にしとこう。この前はね、なぜか先制ストライクのコツが結構取れたからね。一般人、上高。上高を呼び戻そう。また精神が余ってきたけど。スライダー。じゃあせっかくだからまたスライダー覚えていくか。まあここは無難に怪物球威でいきましょう。少し上げますか。そうするとまずスライダー6までか。でコントロール、まあ、C まで上げて、スタミナもちょっと投げきれるスタミナが欲しいから C まで上げとこう。よし、あとは監督のメンタルか。監督だね。そしてまたメンタルが、精神ポイントが増えていく。精神練習のさ、これさ、きつい練習って何なの？どうきつくなるの？謎すぎる。付き合わない。何にも経験点くんないんだね。メンタル。特にあれは映ってないんだね。どういう練習風景っていうのはわからないね。上高奪三振潰してもよかったね。そういえば。リリーフ。まあ、ここもしっかり投げ込んでおきましょう。で、奪三振は取っておくか。忘れないうちに。どこだ？打たれ強さもなんとなく取っておくか。クイック。打球反応。取れるものは取っておこう。試合で楽するために。ああ、勝ち運はね、ちょっとやっぱり欲しいよね。変化球が1球種しかないからな。さあ、俺の出番だ。スライダーを見ろ。振ってくれる。いやでもさ、高校生でこれだけの能力あればめちゃ強いよね。130キロでさ、スライダーが6曲がってさ、コントロールもスタミナもわりかしあると。だって CC あればさ、普通にプロでも強いでしょ。おお、きょどい。バシッとしやがった。っていうかさ、このノーアウトっていうのやめてほしいよね。オッケー。桜の宮って CC なんだ。守備とかがやっぱり強いんだっけ。もう桜の宮とか全然わかんねえわ。どういう能力してたか。うん、負けてしまった。俺のせいではないからいいや。これはまっすぐ。まあそりゃ打たれるよね。全然球威とかなさそうだもんこいつ。引き抜いてこう。これは回復しつつやっぱり引き抜こう。精神ポイントをどんどん。ポーカーフェイスとかいらん。50ポイントクレア。これはまあこっちだよね。上高様、ポイントをください。お、全然気づかなかった。だいぶ稼げたな。いや、やっぱりね。あー、ルナちゃんがいる。これはここにしておこう。回復したかったけど、ルナちゃんはなかなか美味しいんで。ジャイロボールっていうか、ジャイロボールも直取りしとけばよかった。そんなんばっかだな。これはね無理だね、どう考えても。回復を考えてさなちゃんとデートしますか。もうちょいね回復が入ってくれればいいんだけど、怒られる。やる気も下がんのか。ミートパワーとか、これもなんか謎だよね。これはもちろん三田村君を呼び戻しておこう。ちょっと反監督派多くない？これどっちに来た？反監督派に移動した。裏切り者ばっかだな。あ、これは普通に監督評価を上げていこう。メンタルか神高か一般人か。まあこれはじゃあここでいいよね。神高様ありがとうございます。これは食おう、買い食いしよう。何 500g 結構食うね。よかった回復しておいて。ここで削られる。おお、いっぱいいる。のごろうくん、タックか。ちょっと待ってね。いやスタミナだもんな。50、これもし100入ればでもでかいからな。いやこれ悩むね。スタミナっていうのがな悲しいよな。いやどうしようどうしよう、マジでどうしよう。まあこれいこう。練習レベルが上がるかもしんないし、そんなに練習してないか。お、引き抜きをやったか。まあ、回復してくれるのがねでかいよね。ちょうど終わったし。微妙な人数だねまたこれこっちに行こう。今のってさ野手だったらさあれかな、気分屋になったのかな。若干間があったよね。要所とかポイントが欲しいのよコツより。監督派ばっかだね。3人か、まあ、60はねでかいといえばでかいんだけどな。やっとこう。で変化球をどんどん上げていきましょう。しぐれちゃんな炭水化物くんないかな。どっち来た？監督派に移動したか。それはそれでいい。よしよしよし。1人、結構あるね。まあでもちょっとこれだな。ポイントコツはいらないよ。よし、変化球これで5になった。変化球はお、ありがとう。メンタルか。人がいないね。ルナちゃんとデートしておくか。精神ポイントがマジで闘志取っとこう。ど根性も取っとこう。ルナちゃんデートだなここは。ポイントだけさ取るんだったらさ、変幻自在じゃなくてもしかしたら走者釘付けでもいいかもしんないっすね。金徳をね取る必要がないからね、ポイントだけ考えてればいいんで。青青青踏んでいこう。どっちだ、どっちでもいい。とにかくポイントをくれ。こいつらはもうみんなポイントをくれるはずだ。どうしようかな。のぼろうくんがいるから休息にしておこう。神高、守備にいるね。みやびちゃんか。みやびちゃん大丈夫だよね。神高、みやびちゃんにしよう。これ別にみやびちゃんって投手用のコツとか持ってるわけないしね。持ってたら嫌だな。臨床ポイント60もくれんだ。あー、これはマジで何もやることない。ハン監督派も全然いないからルナちゃんデートで回復をさせよう。あれ、ちなみに監督評価大丈夫だよね。全然見てなかったけど、このね回復量があってさらに経験点がもらえるっていうのがねでかいよね。で最後の引き抜きになるかな、これは。どうしよう。いや、まあスタミナだからね、こっちでいいよね。ポイントプリーズっていうか敏捷ポイントすんげえことになってんな。よし、まあまあまあ悪くない。わりかし引き抜いたな。さてさてさて、これはちょっとコツをもらいつつ回復しつつ、でもルナちゃんとかだったらねデートした方がもしかしたら経験点がもらえるかもしれないんだけど、いやでもここでまず20ポイント入るでしょ。で練習に付き合ってくれて38か。そうだよね、どうしてもね選手兼彼女キャラっていうのが。でここからはまあラズベリーだったらサクッとでいいと思うんだけど、ちょっとフォークを覚えておこう。タイピンはあるからねスタミナ B にしておこう。コントロールもちょっと上げておこう。球速140くらいはちょっと欲しいな、試合的なもので。あんまりねやっぱね球速が遅いとね結構打たれる気がするんですよね。よしよしよし、よくやってる。だ試合的なもので尻上がりもね悪くないと思うんですよね。プレー、よしよしよし。意外にミートシーンってチャンスまで盗塁アシスト。オーケー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 。ノーアウトかよ、もうそういうのやめてほしいよ。省エネで行こう。振れ、振らない。俺のスライダーを見ろ。よし、ボール球だったけどこれを振ってくれ。オーケーオーケーオーケー。アベレージヒッターなんて持ってんのかよこいつ。これはファウルか。最後これで振ってくれ。仕方ない、また低めのスライダーをかまそう。であとはもうちょっと本当にあれだね、三田村君ももう経験点をくれるはずだから、これはここだね。おい、ここで喧嘩すんのか。井戸端が怒るよりはマシか。このまま何事も起こらず経過してもらいたいけど、これどっちがいいの？練習か回復をしつつ経験点を取るか。いや悩みどころだな。ちょっと回復しつつ経験点を取るか。ルナちゃんはねもう回復してくんないんで、これでどれくらい経験点もらえる？ 18 18 18。まあ結構もらえるよね。60弱か。これはピンチャンでいこう。特殊能力だね。緩急をつけていくか。っていうかさ、クイックはもう取ったんだよね。敏捷126ってめちゃあんな、本当に。要所は取っておくか。俺的にね、この手応えとかもね、いいと思うんだよね。三振で終えると、次のイニングで能力アップってどれくらい能力アップしてくれるのかわかんないけど、筋力を使わないやつがいいな。怪物球威とか無理だな。緩急って筋力使うんだ。キレとか直取りできるね。普通のシナリオだったらさ、13って割と貴重なポイントだよね。敏捷ポイント。先制のピンチです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で岩井、投球それから2球目。おお、いいとこに決まった。ゲッツー体勢。ゲッツー体勢か。おい、これは取ってくれ。よくやった。戻りくんか。小平だ。小平は本当やだよ。本当ヒット用のさ、特殊能力ばっかだよね。アベレージヒッター、内野安打、流し打ちって。危ねえ。点取られちゃったよ。それだからね、ピッチャーは嫌なんだよ、本当に。振らないね、本当に振らないね、落とそう。おお、狙われた。いや、やだ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 。よし、これは。危ねえ、最下だ。第2球、よし、イニング合いません。第3球はオーケー、いいとこに決まったね。さてさてさて、点取ってくれたよ。超弱いけどこいつら。おお、勝った。あ、そうか、あれか、野呂君で頑張んのかよ、ジャイロボール1本で自分が動かすとなるときついな、これ。さあ、ツーストライクと追い込んだ。ジャンルボール、空振り三振。茂野三球で仕留めてみせました。街道だからね。打ちました。掴みました。これでツーアウト。ランナー。重い球も持ってるはずだ。重い球って怪物球威。ジャイロボール、マジでジャイロボールだけで勝負だからな。そう思うとノゴロってすげえよな。よーし、こっから繋いでいこう。ここはなんとか塁に出たいところ。投げました。そうやね、まず塁に出よう。いや、今のはヒットだよね。いや、こいつ代打のくせにめちゃ弱えな。よし、あとはうちのスーパーエース浦賀くん。いや、浦賀いいわ、マジで。本当に浦賀は使えるよ。さて、最後どうする？まあ人が揃ってるからわりかし経験点はもらえるね。30、40、さなちゃんじゃなくて上高だったらさらに40もらえるかな。これは練習しよう。お、ここでまた上げてくれんだ。急速にしよう。じゃあ野五郎君の得意練習率アップがなんかあんまり生きてない気がするんだけど。これは変化球でいきましょう。やる気効果アップのおかげっていうか、練習レベルのおかげか、かなりもらえるね。まあ、上高自体もね、やる気効果アップ持ってるんで。ダブルタックちょっと一回来てほしいね、やっぱり。石壁か、超強えんだよな、こいつら。バッターがちょっと140にしとこう。で、コントロールは A で、ちょっとフォークをもう1段階上げとこう。もう2段階上げとくか、どうせだったら。あ、ちょっと待って、やっぱりあれしよう。フォークを1個減らして、緩急取ろう。さらにさらにリリースとかって何なの？直球と変化球の投球モーションが同じって言ってもさ、コンピューター相手にどれだけこう役立ってくれるかっていうところだよね。いやー、やっぱりこう手応え欲しいな。手応え取ろう。あとはバント封じも取っとくか。バントされると厄介だからな。リリース取っとく。牽制、いや牽制はいらないな。牽制でアウトにしたこととか一回もないもんだって。この超強力打線をね、いやいきなり来たよ。しかも5番ソウソウ、ツーアウトランナー一塁二塁という場面で荘司、荘司に投げました。ソウソウじゃなかった。タイミング合いません。投げました。外れた。ボール。わずかに外れました。ツーボールワンストライク。バッティングカウント。投げました。これはでも打ち上げでしょう。よし。掴んでこれでスリーアウトになります。裏がここでしまった。スプリット危ね。入ってくる。入ってくるね。いやー、犠牲フライ。よし、点を取ってくれてる。まあ、Eだったらダメだね。カーンとかもね。なんなのこの能力。フランカー。よーし。4番でしょ、そうそう。あれ、俺、投手取ったっけ？投手取ればあれだよね。なんだっけ、威圧感発動しないんだっけ。そうすると投手重要だな。5点になれ。よしよしよし、オッケー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 。そこから諸井君、諸井君もちょっとそのまま打とう。で、浦賀に任せよう、あとは。頼みます。まあ、つないだ。あ、そうだ、みやびちゃんとかいるんだね。忘れてた。関駅追う展開で迎える8回です。ツーアウトランナー二塁という場面。超際どい。投げた。空振り。オーケーオーケーオーケー。投げた。直球。おお。めちゃくちゃ振ってくるね。全くタイミングが。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターはソウソウ。手応えが発動してね。なんか。おい。危ねえ。怖っ。本当怖っ。怪物球威は持ってないからね。第2球。持っていかれる恐れがある。アウトコース高め、直球は外れてもカウントワンボールワンストライク。落ちるボール。手応えってさ、もう1イニング全部発動するの。この投げた。ボール。平行カウント。そしたら結構いいよね。投げました。よーし、まあ、どれくらい能力が上がるかっていうところもあるけど、大体さ、ピッチャーでさ、CCC とか強すぎでしょ。弾道4だし。投げました。打ちました。手応えの手応えを感じないんだけど。よし、一応完封したぞ。次な、さなちゃんがな、精神にいてくれればマッチベストなんだけど、まあ、いずれにせよ精神練習をやらざるを得ないよね。いや 10% はな、怪我する可能性があるからな。最後の練習に備えよう。ここもな、友沢とかね、ヘビシマもさ、野手能力高いからね、パワーなさそうなのにパワーあるからな。尻上がりちょっと取っとこう。あればあれで良さそうだからな。もう絶対いきなり1回待ってる。逆勝負決とかいたね。ちょっと見とく。スリヒャ君なぜか1番打ってるし、ウェーパワー以外 C とかおかしいでしょ。乃木テスラミートパワー90、友沢ゲーほぼ A じゃねえかよ。パワーこいつなんて読むか分かんないけど、これヘビ島ほんと強いよね、能力的には。なんなのこいつ。イメージ的にはさ、打撃がしょぼくて守備すごいっていう俺の勝手なイメージなんだけど、でもなんかみんなあれだね、みんなヘビスラ持ってる軍団。ムード丸って誰。ヘビ島だっけ。セカンド左、セカンド OK。 うちの二遊間は強いからな。みやびちゃんがいるからね、ショートに。オッケー。でファーストは諸井か。内野は安心して任せられるねっていうか、何のチャンスもなく。これは OK。 ヒット1本持ってねえじゃねえかよお前ら。スリア君にしてやられてんな。力配分、あ、これはちょっと入っても来ないか、入ってくるかと思ったけど、崩壊させてやる力配分を。よし、ここでこう千田もムード丸があればいけるだろう。 OK、 畳み込め畳み込め。走力 S、 速野の足速いな、速野だからか。投げた、アウトコース低め、ボール、カウント2ボール2ストライクです。投げた、打ちました。鶴谷君が短気な理由がよくわかんないんだけど。今日初めてのヒットになりました。初球を打ったヒット、バックホーム。点はね、取れるときに取っておかないと怖いからね。やべはちょっとでも。投げた、初球打ち引っ張った。スタンドに入りました。ファウル。投げました。打ちました。いい当たり。どうよ。完全にノックアウトだ。いけ重松。パワーがしょぼすぎるよ。どっかでホームラン打ってね、流れを途切りたいけど。サードランナーちらってみた。ほら、もういいや。さあここは守備を変えてくれようです。守備を変えてきた。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは響島。今日はここまで3打数1安打。1球目ストレートを空振り。第2球、今の振ってくれたのはでかいな。おお、これ持ってきた。最後は外に逃げるスライダーでクラス。これは無理か。落としてクラス。 OK、 まずは三振に切って取りました。投げた、外角低め、見送ってストライク。まずは決めてきました。2球目からいいね、結構低いんだよ。投げた、外れた、ボール、カウントワンボールツーストライク。投げた、インコース低め、空振り三振。2者連続三振。ちょっと疲れてきたけど俺にはど根性があるからね。初球決まってストライク。第2球投げた、ボール、いざとなったら根性を見せてくれるはずだから。投げました。変化球ストライク。アウトローへ。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は。これは。ボールはライナー。フェアか。中盤ヒットを放ちました。一番には回したくないな。もうこのまま。投げました。二球目ストライク。抑えたい。倉橋。まずは簡単に追い込んでいます。第4球を投げました。これでどうだ。打った。打った。よし。オッケー。いいねいいね。まあ完封すればね、それなりにもらえるよね。さて最後、一応タックが来てる。変化球2人はいない。上高だからかなりもらえるね。しかもスカウトさんの評価も上がるし、79とか経験点もらえるからね。ワンタックですげえな。こいつらもな、なんかめちゃくちゃ打ってきそうなんだよな。しかし経験点を恐れずにいこう。ピンチャンでもよかったかもね。スライダーをね、上げる意味はないんだよね。6だからだったらフォークをやって、スタミナ A にはできない。スローボールはマジでない。対左取っとこう。牽制もまあいらない。重い球だけでも取っとくか、せめて。よし、これでいこう。まあだから対試合になると2球種をね、5以上に上げていった方が多分三振とかは取りやすいと思うんで。対人戦だったらね、やっぱり3球種とか球種が多い方が球が絞れないと思うんですけど、これはゲッツいける。おいしまった、矢部君。2点取られてんな。ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面。初球取りました。ランナーそれぞれ一塁。大平楽、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁と掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。スライダーボール、大きく外れました。第2球投げました。ストレートはもうこれも外します。投球は3球目投げました。打ったい当たりだ、レフト前フリーヒット。おお、なぜか後ろにそらしたぞ。1点返しました。さてここから浦賀だ。今日初めてのヒットになりました。俺の大好きな浦賀。追加点のチャンスを迎えました。2失点しているとはいえ、せめて勝ってポイントを稼ぎたい。そのためにはやべえ、お前がここで打ってくれることが。 OK、 抜けた。重松はなマジ弱いかな。せめて諸井まで回ってくれればよし。重松ヒットを放ちました。初安打、投げた、しまったー。取ってアウト。さあ追加点のチャンスを迎えました。裏が出てくれてるね。裏側を返す。無理だ。アウト。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。投げた。うわー。ファウル。裏が。よしよしよし。ハードラック、絶対ハードラックいるよね、このチーム。このさ、代打も弱すぎなんだけど、走ってきた。来る？どうよ、この流し打ち。惜しいね。無理だ。頭を越えない。そして、天城に変えられた。ガラハド。すげえ当て字だよ。おいー、オッケー、危ねえ。これでワンアウト、ランナーはありません。見送ってストライク。こいつなんていうの？今日って普通に書いてあるけど。第3球を投げました。一つ外してボール。カウントワンボール。いやー、2失点したのが痛いな。最初のね、あれでゲッツー取れなかったのが痛かったな、やっぱり。今の宇田君取れなかったか。第9投げました。初球見送ってストライク。こいつなんていうの？カザミンみたいな名前になってるけど。オッケー、まあまあいいでしょう。いくつ入る？67か。まあ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 しょうがない。で結局総経験点的にはどんくらいなんだろう。なんか手応え的にさ、良かったのか悪かったのかすらさ、あんまよくわかんないんだよね。この明確なあれがないからさ、試験満点とかさ、ふら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 してとりあえず稼げるだけ稼いでっていう、そういう感じだからね。でこの2人、こいつらさデート進めてないけどさ、去ってったんだけど経験点減ってねえ何これ、振られてんだけど。これデート完走させなきゃダメだって。井戸端起こってないからさ、絶対評価は満点だよ。マジそういうこと。ルナちゃんだと多分4回目でさ、勝たないといけないんだな多分。うわー、6700か。経験点的にはどうだろうねっていうとこだったね。まあ、ちょっと別にこれはいいんでほっとくとして。ただね、一応ねボーナス重視で来てるから。だって立川とみやびちゃんだとね 11% 違うんですよ。で 11% 違うってことは6700だから670ポイント違うってことでしょ。それはまあ最終ボーナスからするとでかいよね。1271か。どっちがいいんだろうな。これはオータムなんちゃらガチャを引いてみやびちゃんをプラゴにして、さらに技術ポイントを稼げるようにしたりして、もうちょっとあれだよね、上限解放が必要だよね。ちょっと待って、これ一応見とく。まるっきり初だからね、もらい物だけもらっとこう。これ SR 券もらえるっけ？もらえたね。そうか、あと能力は上げておけるだけ上げておけばここら辺ができるのか。で、まあ今回はね別にパワチャレは大した報酬じゃないんで、まあいいとして、そうですね、やっぱりね上限解放が結構肝ですね、投手で。投手だと経験点自体がどうなの、伸びるか伸びないかって言ったらあんま伸びにくいと思うんだよね。だから投手でやるんだったらやっぱり特攻2で固めて、かつ上限解放が必要と。で野手の場合はね、そもそも柳生ちゃんが増えてるんで、まあ、柳生ちゃん入れられるようであれば、まあ、伸びるかもしれないですけど、俺柳生ちゃん全然解放してないんで、ちょっとね厳しいと思うんですよね。という感じで、まあ1回柳生ちゃんガチャは、引いていいのが出ればちょっと柳生ちゃんとかも入れていければなと思ってますので、まあ始まったばっかりなんでね、いろいろ試していきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、で一応ねサナちゃんを外して、立川を入れてみました。一応変化で、タックの経験点も狙える編成ですね。で本当はねキノコが良かったんですけど、キノコをね助っ人にしてる人がね全然見当たらなくて、まあ、とりあえず立川のプラゴで、お借りしてやってみました。で一応ね更新はできて、まあ、この編成結構いいかなと、思って、多分ねまあ、立川にするか、キノコがいればキノコにするかというところで、まあ、もう少しね上は狙えそうなので、多分ね8000出ればかなりの上々ですね、このデッキでいくと。という感じで、もう少しやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。また Twitter では Twitter 限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。